一応145になってるんですかなんか先も下がってましたよね、今日。うん、やめてほしいんですけど、本当にやめてほしい。本当にやめてほしい。戻っといてほしい。頼む。戻っていてくれ。神にも祈る気持ちで見ますよ。あ、ちょっと戻ってよかったよ。なんかさっきすげえ下がってたんだよ、ね。160円マイナスになってる。よし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 。祈りが通じた。 でもみんなもね、たくさんポジション持ち越してた時にね、あのニューヨークのチャートずっと見る時あるでしょなんかもうダウを延々と見るタイムみたいな、ね、夜中に。何の意味もないのに。朝、<laughs> 何の意味もないのに夜中に見る。あれなんかね、でもね、楽しいんですよね。まあ嫌ではないですよね。なんか思いを馳せながら夜中にダウをずっとポジションがむちゃくちゃ多い時にあのダウを見てる感じって、なんか多分ね、 か楽しいんですよね。だから僕も昔はよく見てましたよね。ずっと見てて。何の意味もないですけどね。どうせ朝まで。わかんないし朝まで見てるわけじゃないから。なんですかね。あの時間いいっすよね。ああ、とね、最近なんか思うんですけど、なんかよくやっぱりツイッターとかやって資金とか資産とかなんか言ってると、比べられる時あるんですよね。誰々はいくらだみたいな。特に井村くんはいくらだみたいな。 でもねこれね、本当にね、共通してるんですけど、本人たちはもう全く気にせないというか、どっちの方が多いとかって何の意味もないんですよね、これなぜかというと、結局、ずっとやってると、ずっとやってずっと勝ち続けたら、どうせ今でも使わないのにもっと使わない金額になるわけじゃないですか、何百億とか、あとはもう、いつ辞めるか、いつまで体力が持つかとか、いつまで、いつ死ぬかになってくるわけですよ。 バヘットさんなんてそうじゃないですか。だから、もう死ぬまで勝ち続ける人は死ぬまでやるから、もうその途中経過とかどうでもよくて、で、その時に、じゃあ誰々は何百億で誰々は千億だから、みたいな、まあどうでもいいじゃないですか。もう別に。だから金額なんかどうでもいいですよね。うん。なので、誰がいくらとかは、もう本当マジで、本当誰のやつもどうでも、 いいし、例えば、資産全然やってないんですよね。もう、その昔みたいな、もう、その、聞いたら、昔が10だったら、もう1もやってないと。ってことは、資産が10やったら、むちゃくちゃ勝つわけですよ。もう。だから、実力と別に資産は比例しないんですよね。むちゃくちゃやったら、多分、資産とか、むちゃくちゃ勝つわけですよ。でも、もうやらないじゃないですか。やる意味がない。 本人的に、その、別にもうやる意味がない、やらないじゃないですか。だからまあ、そう、他人は他人なんですよ。だから人の資産は、なんの、その、数字、あんまり意味がないし、っていう多分考えなんで、多分、勝ってる人はみんなそういう考えなんで、だから別に、すごい勝ってる人いるじゃないですか、ツイッターとかそんなんでも。でも、誰々となんか競ってる感じ、誰もしないじゃないですか。誰々がいくらだから、今俺はこれで、みたいなこと、一人も言ってないじゃないですか。だから、 みんなきっとそうなんですよ。みんなどうでもいいし、そもそも比べても意味がないと思ってると思うんですね。その人がいつまであるか分かんないし、自分がいつまであるか分かんないし、な、みたいな感覚なんで、多分誰も競ってないと思いますよ。テツエスさん。テスエスさんはデイトレで数多くの手法から今通用する手法を使う。その判断基準がどうされていますか直近何回の取り切りでどれくらい勝ててるかなと具体的に知りたいです。 僕デイトレは今もうやってないんで、ちょっと貯金はやってないんでわかんないですけど、勘なんで何とも言えないですけど、あのね、最近僕気づいたんですよ。何が自分のそのさっきで話で言うと、何が自分のストロングポイントなのかなって気づいたんですけど、発想力みたいなのが多分普通の人より多く感じるんですよね。多く浮かぶんですよね。だから見てるとアイデアが浮かぶんですよね。 これはこうした方がいいのかなみたいな。で、見ててアイデアが浮かぶから、事前に別に考えてるわけじゃなくて、見てて考えるから、何か、だから、何か起こってから動くタイプなんですよね。だから、なんかアメリカの重要指標が、とか、よくなんか言われるんですけど、僕、まあ、見てないわけじゃないですか。日本の重要指標とか。でも、起こった時に考えるのは、怒起,起こらないと、起こってそれを見ないと、多分アイデアが浮かばないから、 怒、まあ、る前からアイデアが浮かぶやつもあるか。そういうアイデアを浮かばせてやってるタイプですね。なんか、ボコボコ浮かんできて、その中で一番良さげなやつを調べるみたいな。で、なんか浮かぶけど、調べないやつもあるんですよ。浮かんで、これきっと儲かるんだろうな、みたいな思うけど、でも儲かっても多分小さそうだなって思ったら、もう調べないみたいな。まあ、そんな感じでやってます。 手と丸さん、梅原さんとハブさんが株でトレードしたらどっちが利益出すと思いますかその理由も教えてほしいです。いい質問だな梅原さんとハブさんが思いっきり株やったらどっちの方が勝つか。ああ、梅原さんかな。まあ本当やっぱ年齢的に、やっぱり一日中、ハブさんは別に一日中株のことはやってないっておっしゃってたんだよね。散歩行ったりとか、 なんかそういうのがも大事って言ってたけど、多分、梅原さんはいまだに一日中ゲームやってるように見えるし、その体力があるから、から単純に能力差とかじゃなくて、できる、集中できる時間とか、かそういうのを考えると梅原さんの有利な気がするかななんか梅原さんはテクニカル、自分と同じようなトレ,トレードしそうですけどね。羽生さんは、 判断になるのかなでも、ハブさんも対人戦が強いから、テクニカル勝負になるのかなどっちもやりそうですかねでも、勝つですかねそもそも、まず勝てるかどうかも、ちょっとわかんないですけどね。梅原さんとハブさんが顔やって勝てるかどうかは、また、ちょっとわかんない。別の話ですからね。うん。なんか、勝てそうなイメージ、するじゃないですか。でも、逆で考えると、じゃあ、 ハオさんが格闘ゲームやって、むちゃむちゃ勝てるかとか、メアラさんが将棋やって、めちゃめちゃ勝てるかとか、僕が将棋やってとか、僕が対戦格闘ゲームやってとかやっても、多分ね、大した結果にならないと思うんですよね。だから多分、なんか似てるように見えるけど、やっぱジャンルは、まあ当然、まあ、似てるようにも見えるかわかんないですけど、違うから、僕がやっても多分その位置に行けないってことは、逆もしかりなのかなともちょっと思いますよね。 ただ考え方の根底みたいなやつは似てるんですけどね。似てるけどでも、多分それだけでは勝てないんで。テスタさん、テスタさんが取引時間に行っているルーティンはありますか環境、洋服、飲食など。ないっすよ。何にもないですね。ルーティーンというか、カフェオレ飲んでますけど。それぐらいですかね。ルーティーン、メガネかけて、パソコンつけて、取引して、カフェオレ飲んでます。服とかは別に気にしないですよ。 なんかあんまりアノマリーみたいなのを信じないんで、何でも対応するために決めないっていうタイプですかね。逆に。対応したいんで、すべての、さっき言ったようなイレギュラーなことが起きた時も、あの対応できるようにしたいから、あんまり逆にルーティンみたいなのないかもしれないです。